3月5日でこのダイバーシティにあるこの巨大なガンダムの模型が撤去されることになったので今回見に来ました。まあ、さっきから結構スズメの声が聞こえてるんですけど、多分ガンダムの足の部分に多分巣があるんだと思います。で、結構人が集まってきました。半分以上外国人ですね。はい、ということで、あと1分少々です。